ちは、シトレイです。今日はですね、どこに来ているかと言いますとアーカイブストアですね。前回はマルジェラ店見に来させてもらったんですけども、今回はですね、アーカイブストア、フィービーがデザイナーを務めた時代のセリーヌがガッと揃うということでこれは見なきゃいけないということでやってきました。鈴くん、今回もよろしくお願いします。もう今回はですね、セリーヌを0から100まで知ってみようということで地の賢者である鈴くんに話を聞いてみたいなと思うんですけど、そもそもセリーヌっていつから始まったの？はい、セリーヌは、1945年終戦、はい、終戦後からスタートしていて、もともとは、洋服というよりは子どもの靴専門店で始まったブランドであるんですけど、デザイナーのセリーヌ・ビビアナさんという方が、45年から、90年代までデザイナーを、50年ぐらいされていて、90年代にですね、次のデザイナーのマイケル・コースに、はい、デザイナーがこう移行して、マイケル・コースでやっがセリーヌやったってことを知らない人も結構いると思うよ。いや、多いと思いますね。ね、だってマイケル・コースっていうとザ・ニューヨーカーみたいな感じだから、そのセリーヌとこう気もなんかこうあんまりこう合致しないというかで、2008年にフィービー・ファイロが就任して、そこから約10年間、フィービーがセリーヌを手掛けたって形ですね。セリーヌといえばフィービーっていうイメージがすごいついてるなってあって、はい、であの頃は本当にみんなが こうこぞってきてたなって、しかも2018年辞めた時に、フィービーロスありませんでした、フィービーロスありました。そう、なんかとりあえず最後みんな買っとこうみたいな本当そんな感じだったよね。そうです、そうです、まさにもう涙の争奪戦があった気がする。買い逃さないようにちょっともう買っておこうっていう動きありましたね。フィービーはセリーヌをどんな風に変えていったの？セリーヌ自体が、そういったパリジェンヌの、上流階級に向けた普段着、ワードローブであったんですけど、その辺をベースにしながら、そういうエレガントでミニマルをキープしつつ、イギリスのデザイナーでもあるんで、そこに脱構築的なデコンストラクションなデザイン性の高さも融合させたスタイルっていうのは、新しい形のパリジェンヌのスタイルっていうのは提案したのかなとは思ってますね。フィービーって言えば確かにシンプル、エレガントだけど、脱構築のイメージは私実はなくて、なんか脱構築ってマルジェラとか、はい、ジュンヤとかギャルソンみたいなイメージだから、真逆なイメージがあったんだけど、もともとイギリス そのセントマーチンを卒業されてて、セントマーチン自体が、ファインアートっていう、本当に純粋な美術をベースに、ファッションだったり建築だったりを勉強するところで、そこがベースにあるので、比較的そのアート的な、視点もすごい強いのかなと思っていて。じゃあ具体的に脱構築が分かるようなクリエーションって何か見えたりします？こちらのコートとかは、かなり面白いとは思いますね。一見シンプルなトレンチコートにも見えるんですけれども、こちらがですね、ほぼ袖はくっついて、どうなってるのこれいわゆるこの、袖としての機能は本当になくて、これはもう本当ポンチョみたいに本当に、羽織るようなものになってます。はい、どう、なるほど、一回ちょっと羽織ってみるこれだけ、これだけ、ここから出せると思いきや出せませんシンプルで上質なものをさらっと着てる人に見えるけど、実はめちゃめちゃ飛ばしたものを着ているのが分かりますか後ろから見て分かるかな、こう、なんでこの人手出てないのみたいな。すごいねこんなの作ってたんだ。なんかいい意味でフィービー時代のセリーヌのイメージがちょっと変わりました。こちらコートがかなり、フィービーといえば特徴的なんですけど、こちらにもあるクロンビーコートっていうのが、クロンビーコート、どんな特徴があるんですか？かなり名作で、クロンビーっていうのがそもそもこういうチェスターコート、別名クロンビーっていう名前なんですけど、フィービーに関してはこれを、ボタンをつけずに本当に羽織にしたっていうのが特徴的な、ボタンがない、それをさらにリラックスした羽織にしたのがこちらのエッグクロンビーっていう。エッグクロンビー、これはどんな特徴があるの？これはですね、さっき の、クロンビーコートよりもさらにリラックスしたガウンみたいなコートになっていて、素材もちょっと柔らかめですもんね、ちょっとこう肩もドロップしたりとか。おいくら万円ですか？20万円台ですね。おー、買う人でもいるよ絶対。定価は60万円から70万円ぐらいします。
そうなんだ、はい、すっごい綺麗に作ってありますね。そうですね、この肩のラインとかがすごい綺麗なのと、スタイルよく見えるように作ってますか。うん、そうですね、気持ちここが細めに作ってあるから相対的に 手足が長く見える形になってるかなって思います。はい、しかもなんかこう多分すごいパターンもこだわってるから、こういうのって柔らかい素材って結構シワがつきやすかったりとか、はいはい、パターン悪いと変なシワできちゃうんですよ。これがない。あとこれ肩気持ち後ろに入ってるんですよ。はいはいはい、だからあのなんだろう、姿勢が自然と良くなる。うん、なんかこうパターン悪いとこういうコートになるんですよ。確かに。が気持ちね、こんな感じ、一番楽な形でいると姿勢が良くなるっていう工夫がされてる。だから背中が多分すごい綺麗に見えてるんじゃないかなと思います。しかも皆さん、あのここは展覧会じゃなくてお店なので買おうと思えば買えるっていうのが一番やばいところじゃないかなと思います。次はフィービー、ジャケットもね、ですね、はい、綺麗なジャケットですもんね、フィービーが作るのって。クラシカルな上着っていうのがすごく特徴的で、面白いのがジャケットも羽織です。ボタンがないです。あ、これ嘘ボタンっていうか、はい、あの使わないボタン。そうです。どんだけ羽織好きなのなんかこういう上質なタキシード、そのいいとこに着てきそうなものだからこそサラッとみたいな。うもう本当にあの、まあ、パリジェンヌの本当にサラッと、まあ、ジーンズとかに合わせて、うんうんうん、あの羽織っちゃうぐらいのカッティングとかがものすごく綺麗なので、うんうん、やはり特に背中とかには出てくるのかなとは。これは何すか。こちらがとにかく背中がこうシェイプされてるような形に見えるようにと、あとさっきのちょっと脱構築の観点にも近いんですけど、うんうん、表面のものがまあ背面に来てるっていうのがデザインとしてのポケットです、ポケットです、まだポケットですみたいなポケットがちょっと後ろまでこう来ましたみたいな。ここまではちゃんとポケットです。ここはペンとか入るかなちょっと着てみてもいいですか。はい、これかしこまりました。へー、かっこいいですね。かっこいい。あの細身に見えるじゃないですか。ここ割と取ってあるんですよね。うんうん、なので私今ニット着てるんですけど、結構ここのあの渡りに余裕があるから、そこも大人の女性が一番気になる二の腕の振り袖問題を微妙に解決してる。確かに。と横から見た時のこの背中のカーブ、ウエストのこういうカーブ、これがすごい美しい。あと軽い、うんうん、多分あのパターンすごいいいんだと思うんですけど、ジャケットって肩凝ったりするじゃないですか。それが一切ないです。ちゃんと芯入ってるのに。で気持ちこっちも胸が開くような作りになってるから、うん、私こんな体型美しかったですかって言いたくなるくらいのジャケット。フィービー凄まじい次はフィービーの代表といえばニットですか。ニットです。フィービーがやった特徴としては、うん、これがあのチャンキーニットっていうニットなんですけど、うんうん、本当に、まあ、チャンキーって意味自体が本当なんかこう ずんぐりしたみたいなイメージで、うんうんうん、でこれを本当に体型を気にせず、うんうん、はい、リラックスしたあの形で着れるニットっていうのを作ったのはかなり功績だなと思ってます。こういう形結構今見ますけど、彼女が始めたと言っても。そうです。で結構肩もドロップしてるというか、はい、で結構特徴的なのがアームホールがかなり大きいので、確かに着た時にもすごくたまってかなり可愛いイメージになりますね。この形を作った人っていうのはすごくないですか。今では普通に見かけるっていうこの形だけど、まあ、あとはさっきの脱構築にも近い、あのこれです的なものですけど、うん、これ最後のシーズンかな、はい、2018年のプレフォールになると思うんですけど、うんうんうん、これに関しては本当にあの2つのニットをドッキングして構築しているので。どういうことですか。いわゆるニットに対してニットが、うん、あのまあマフラーみたいな感覚にもなるように、うんうん、後ろから見た方が分かりやすいか。ほらニットついてんねんニットにニットついてんねんっていう、分かりますかね。ここの接着地でついてまるっとまるっとついてますだからなんならこっち来てもいいってわけですよね。そうです。でこっち巻いてもいいっていう、丸首が好き V が好きみたいな、今日の気分で選べますみたいなこの2018年ですけど、上流階級の、まあ、パリの女性の、うん、まあ、新しいスタイルですよね。そしてこちら辺はシャツ系ですかね。シャツ系で、でパンツ、はい、セリーヌといえばですよね。本人も本当にパンツスタイルがメインではあるんですけど、うんうん、フィービーが提案したのはワイドなスラックス。
こんな感じですかね。確かにこのタックが3つも入ってるもんね。で結構ハイウエスト、さっきのチャンキーニットに合わせやすそうな。そうです、こういう美しいんですよね。なんかシンプルなんだけど、うん、あとあれですよね、あの実はフィービー時代のロゴと今のロゴ違うんですよね。違います、はい、どう違うんですか。このですね E の部分にチョンって入ってると思うんですけど、うんうん、これがフィービーファイルがやってた時のセリーヌのロゴです。今はチョンない？ないです。フィービー成り立ての時のロゴもちょっと違わなかった？あ、そうです、はい。どれだっけ。これはかなりマニアック知識なんで、うんうん、比較していただければ分かるんですけど、ちょっとまあフォントが違うの、ちょっと違うのと、あとはまあちょっと余白があんまりないっていうのが特徴的ですね、うんうんうん、フィービーって2008年に就任してるんですけど、うんうん、コレクション発表したのは2010年なんですよ。その2年間は何してたの？その2年間はひたすらそのセリーヌっていう歴史あるブランドをひたすら研究して、うんうん、その大事にしてきたものをアップデートするための、うん、本当に試作だったり研究を繰り返していて、へー、はい、すごい探究心だし、マニアックだし、でもそれだけ多分その大きなブランドを背負ったっていう責任感があったんでしょうね、うん、そうです。簡単に作ったらペラペラになっちゃうじゃないですか、はい、そうです。フィービーがこんなに人気な理由がちょっと分かりました、うん、ありがとうございます、うん、こういうふうに背景を知ることでよりブランドに対する愛だったりとか、はい、うん、関心も深まっていくし、うん、単なる服あ可愛いだけじゃなくて、うん、そういうことも知ってから服着たいなって改めて思った。よかったです、ありがとうございます。これはいつまでやってるの？はい、こちらは、11月27日まで。じゃあ11月いっぱいはちゃんと見れるし、はい、買えるしっていうことですね、はい、でしかもより、このセリーヌに対するあの知識がより気になって知りたいなって方はズイ君のインスタがね、いい感じに熱いあの文章がほとばしってるんですけどもいやでもすっごい私毎回見てんだけど、すごい勉強になる。この間のマルジェラキンの時もすごい勉強になったし、本当ね知識量が半端ないので、よかったらあの調べてあの見てもらえるといいかなと思います。後半はですね、フィービー機のセリーヌを使った私物を用いたスタイリングをしたいなと思うんですけど、フィービーのクリエーションを損なわないようにというか、フィービーのクリエーションを私なりにリスペクトしたものをスタイリングしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。